それで入ってきた車がこちらになると。そうですね、重なってます。車の上に車が。このリフト何ですか？先っちょにフックがついてると思うんですけど、はい、あれでエンジンを引っ掛けて、廃車から出てきたタイヤ出てきた。そうですね、数百ぐらい、もっとあると思いますね。ああ、そうなんだ。皆さんこんにちは、鉄くず兄さん、藤田です。今日は引き続き、三木工業さんに来ておりまして、ここはですね、三木工業さんの廃車を専門的に扱われているカーツさん、こちらにいらっしゃるのが工場長の山下さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここではどういったことをされているんでしょうか？そうですね、基本的にはスクラップになった車をですね、解体、なおかつ、部品が取れるようなものは、部品取りをして再販を行っております。はい、そういったことをされています。ここもリサイクルの。そうですね、まあ、あの一時作業でも廃車取り扱いやったりするんですけど、本当に月に1台入ってくるかどうかという形なので、まあ、そこを専門的にやれるということなんで、勉強にしたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。結構広いですね。ここは全部で何坪ぐらいなんですか？そうですね、だいたい2000坪ないぐらいだと、はい、思います。自動車もかなりありますね。そうですね、これでもちょっと今車がね少ないんで。あ、はい、そうなんです。 K が多いですね今。あ、そうなんですよ、今ちょっと普通車がなかなか入ってこなくて、入らない、はい、難しくなっております。それはなんか原因があるんですか？いやー、ロシアです。そういうことですね。はい、ちょっと出回っちゃってるという話もあるけど、そうやと思います。はい、こういった自動車っていうのは、はい、自動車屋さんから入ったりが多いんですか？そうですね、基本的には、ディーラーさん、あとは、まあ、個人のモーターズ屋さんから入ってくることがメインですね。そうなんです、はい、で、まあ、個人でいらなくなった車をここにお持ちすることもできると。大丈夫です、はい、できます。なるほど。でその場合は軽量、これ軽量機ですね。そうです、はい、計量されて重量でお支払いって感じですか？はい、いえ、もう排気量ですね。排気量で、はい、で1台なんぼっていう感じでお支払いされて、はい、買い取りされる。そうです。なるほど。それで入ってきた車がこちらになると。そうですね、重なってます。車の上に車が。すごいです。これは何されてるんですか？今これは、貿易用のエンジンとかパーツを積み込んでます。はい、あ、コンテナ車に。そうです、はい、あ、なるほど。これがまた海外に行って。そうです、はい、ちなみに どういった国に？一度マレーシアに行きます。はい、でそこから、まあ、選別されて、はいはい、いろいろな国に。あ、そう、はい、行きます。わ、すごい。このリフト何ですか？これはですね、はい、先っちょにフックがついてると思うんですけど、はい、あれでエンジンを引っ掛けて、あそこまで距離いるんですよ。長いのは何か理由があるの？その下にはすぐ置けるんですけど、はい、上に積むときにどうしても下に物を置くと届かないんですね。はいはいはい。なんで、はい、あの長さが。そうです、はい、なるほど。下はもうおがくず。おがくず。そうです、って言って、あの、まあ、油が入ってるんで、それを多分吸収。あ、そうか、垂れないように。はい、まあ、あのオイルシートというかブルーシートの上におがくず対策を捉えてるんでしょう。あれバンパーっていうんですかね。僕らはノーズカット。ノーズカットっていうんですか。はい、ノーズカット、ああいう形でも売れるんですか？バラバラにしてしまうとどうしても傷がつきやすいので、はい、開いた形が残った状態で、はい、輸出された方が売りやすい。はい、基本的にはもうラジエーターまでついてますので。あ、そうなんですね。はい、もうフロント事故ならもうこれ1個で全部対応できるっていう。すごく綺麗にバラされてますね。なるほど。どういった国に行くんだろう。マレーシアから。やっぱりアジアが多いですね。アジアが多いです。はい、ほんまにギリギリですね。はいはい、あ、そういうことか。爪が動くタイプ。そうです、はい、なんでこういった時はちょっと爪を下げて。そうです、そうです。下ろしながら行ってると思います。横から行くんや。
ほんで、ちっちゃいのに積み替えて、そうです、はい、そうです、細かい作業、はい、これは、廃車から出てきたタイヤ、出てきた、そうですね、ついようなタイヤです。これで何タイヤぐらいなんですか。これいくらでしょうね、ちょっと数わからないんですけど、数百ぐらいですか。もっとあると思いますね。ああ、そうなんだ。このタイヤはどういった感じに処理されていくんですか。そうですね、これはまあシュレーダー処理できないので、はい、まあ業者さんに頼んで、はい、タイヤさんに、そうですね、処理していただいて、まあ、あとは燃料ですね。燃料と変わっていくんですね、はい。まあ、タイヤはまた再利用、そうですね、まあ、リサイクルされていく、はい。これは何ですか、足回りですか。はい、そうです。これはもうスクラップに、そうです、はい、鉄に返します。これが板バネですね。硬いんですよ。スクラップで言ってもちょっとガス切りが必要なぐらい硬い。色チンで切れないんだけど、これですか。まあ、切れるかもしれないけど、はい、刃物痛めてもうかと。これはエンジンを取った後の、そうです、はい、柄になるんですね。そうです。これをまた堺レコードに、はい、そうです、運んで、はい、まあ、シュレーターされると、はい、そうですね。これ何台ぐらい積めるんですか。この車でだいたい軽音5台ですね。K4、5台ぐらい。こちらでは何をされてますか。はい、こちらでは、中古部品として使えるものを取ってます、はい、あ、ここで部品取りされてる、はい、そうです。どういったものが部品取りとして取られていくんですか。そうですね、もう本当にどれでも部品にはなると思うんですけど、まあ、はい、触れやすいもの、まあ、ヘッドライトだとか、はいはい、テールランプ、そうですね、あとバンパーとかも、そうです、はい、外装関係も。こんなこう濁ってるヘッドライトでも売れるんですか。これはもう難しいですね。難しいです、はい。もうこれはもう、ですね、ちょっと作業途中になるんですけども、はい、まあ、貿易用のエンジン、はい、を下ろしている途中だと思います。ここを下ろすんですね、はい、エンジン部分を。で、こちらの中がすごいですね。これはその部品取りしたものの在庫置き場みたいな、はい、そうですね、はい、すごい、全部梱包されて、はい、出荷待ちっていうことですかね。そうです、はい、こういったものはどういったところから注文が来るんですか。そうですね、基本的にはもう町の車屋さん、車屋さん、はいはい、からの、注文が来て、はい、部品があれば出荷する形ですね。そういったなんかシステムみたいなのが、そうですね、はい、一応全国ネットワークで、はい、はい、部品を登録してますので、はい、同じ自動車解体の、はい、組合員であれば、はいはい、見れるようになってますね。で、必要な部品とかがあれば、はい、そのまま、そこで発注がかかって、はい、車屋さんに、そうです。で、ここから全国に出荷されていく、はい、そうです。なるほど。どういったものがこう出回りやすいというか。そうですね、例えばなんですけど、はい、サイドミラーでいうと、はい、どうしても左側が売れやすいです。というとやっぱ右ハンドルで、はい、左の方が遠いから、そうです、当てる確率が高い。その通りです。あ、そういうことなんですか。左の方が売れる傾向にある、はい、ライトも同じです。あ、そうなんですか、はい。後ろもですか。後ろも左です。左が多い、はい、あ、そうなんですね。左ばっかり売ると右だけ売れ、はい、残ります。あ、そうなんですね、はい、はい、ありがとうございました。一周させていただいて、ちょっと普段見ることのないようなことがいっぱいあったんで刺激になりましたね。これも全部リサイクルされていると、はい、余すことなくリサイクルされているということで、はい、ちょっとまだまだ面白そうなので、そうですね、またちょっと詳しく教えていただいてもよろしいですか。あ、わかりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。
はい、この動画いいと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、三木工業さんの会社情報は、概要欄にも、記入してますので、そちらも合わせてチェックお願いします。はい、地球は鉄でできている鉄くずにさん藤でした。